科学、学習は、かつて学研教育出版から刊行されていた、小学生向け学習雑誌の総称。一般に、科学と学習もしくは、学習と科学と称される。雑誌の名称としては、科学と学習というものは存在せず、実際の名称は、年の科学と年の学習とし、それぞれ1年から6年の、各学年向けに発行されていた。また、 教材付録がついており、学習、実験などが行えるようになっていた。学習の中高生版として、中1コース高3コースも存在した。なお、ここでは、関連商品だった、問題集、毎日の学習及び、トップラーンについても述べている。1946年に学習研究者から、送還された。内容は学習指導要領に対応しており、 時期に適した学習ができるように編集されている。例えば、一年生では、教科書と違った字型を覚えてしまわないよう書体を、教科書体に統一されていた。ただし二学期以降は、タイトル大事は、ナール、ゴナ等のフォントである。また、時期に適した文字の大きさにするなどの配慮がなされている。日本 PTA 全国競技回水戦となっている。当初、 両子は学校で教師の手により販売配布されていた。しかし、消費者基本法が制定されたのをきっかけに1971年、日本消費者連盟が学校を商売の場所にするなという批判を表明。その後、1972年厚生取引委員会の勧告により、学研コンパニオンと呼ばれる家庭及び学校への訪問を主軸とする販売員制度に移行し、 70年代中盤頃までは学校で販売員が販売していることも多かった。販売員は通称学研のおばちゃんとも呼ばれた。科学は主に理科と算数を中心とした内容。また、想像力、考える力を養う切る、貼る、確かめるをキャッチフレーズとした立体編集と銘打ってページの一部をハサミで切ったり、折り曲げたり、のり付け等の作業をすることで、 読者が体で学べるような工夫が施されている。同志は学研躍進の契機となり、ピークである1979年には月半670万部にも上っていた。これは第二次ベビーブーマーである段階ジュニアが小学校に入学し始めた時期に相当する。学習は主に国語、社会を中心とした内容で読み物の割合が科学より多い。なお、 学習に関しては別冊、読み物特集もかつて存在した。1980年代には科学の連載漫画、チックンタックん、学習の連載漫画、ミラクルジャイアンツドーム君がテレビアニメ化されている。特に1970年代後半から、同時期は科学の連載漫画は、石森翔太郎とその元弟子の長い号が手掛けたものが多かった。 かつて同社に勤務していた、畑正則の作品掲載が極端に少ない。これは1980年代に、小学館の学習雑誌の執筆に関して、専属の契約を結んでいたためであり、畑が担当していた、ムツゴロウシリーズや映画、コネコ物語も、ほとんど掲載されなかった。1990年代以降は少子化や、共働き世帯の増加による、在宅率の低下。 価値観の変化等の影響で購読する児童が減少。また、時代の変遷とともに観光形態に変更が加えられ、店頭での販売や学習に関しては、月間から学期間発行への移行がなされた。その一方で2003年には、本誌、教材のテイストを残しつつ大人向けに作られた大人の科学が観光された。しかし、児童向けは、 販売部数の減少に歯止めがかからず、学習は2009年度統合、科学は2010年3月号を最後に休館となった。学習雑誌に関連する商品として、小学生向けの問題集である月間、毎日の学習及び月間、トップラーンが存在した。毎日の学習は、毎学という通称で刊行されていた基礎レベルの学年別月刊誌であり、 完全教科書準拠だった。国語と算数の2冊が存在していたほか、夏季休暇中や冬季休暇中には、社会と理科を扱った別冊が刊行されていた。なお、別冊に関しては、教科書に準拠していなかった。毎学には、キャラクター、チャッポくんが存在し、問題集の中に、しばしば登場して、学習のサポート役をしていた。毎号の表紙に、頑張れ。 チャッポくんと添えられたイラストが掲載されていた。本名はチャッポ丸で時折彼を主人公としたミニ漫画が掲載されていた。トップラーンも毎学と同じく完全教科書準拠の学年別月刊誌だった。レベル的には標準レベルであり、毎月にわたって国語、算数、社会、理科の主要4教科を取り扱い1ページの問題を解き終わるごとにシールを 貼っていくことで学習意欲をかき立てた。2017年現在でも各地の学研代理店にトップラーンの名前が残っている。なお、毎日の学習、トップラーンともに学習雑誌と同じく学研コンパニオンによって各家庭に訪問販売されていた。問題集である毎日の学習やトップラーンを除く雑誌では子供向けに漫画や 小説や読み物のページや読者コーナー等が存在した。読み物のページでは、最新の科学技術を紹介したり、学習だとおしゃれ特集やお弁当の作り方なども、特集していた。漫画作品漫画作品小説作品科学学習、旧学研ネクスト、学習、科学休館の、お知らせ、学研アソシエ、2009年12月3日、AB パリッコ、 4年の学習伝説の読者投稿コーナー、ピコピコシティ、デイリーポータル Z2018 年9月29日、閲覧。マツコアリヨシの怒り浸透で、昔の作品が紹介されたよ。クポリンブログ、エキサイトブログ、2018年9月29日閲覧。ありがとうございます。